ロケイ、オトケイ、ヤショケイ、よっスタート。どうも皆さんこんにちは。フィギュア大好き監督ラボの監督です。今回はフィギュアを開封します。こちらでございます。以前出したこちらの動画、こちらメルカリで購入しました。アラバスタの多分ナミとビビとあとロビンとナミかな。10年前のフィギュアで新品未開封が売ってたので購入しました。はい、で開封すると言っておりましたが、この動画で開けていきたいと思います。なんとこちらですね、厳密に言うと2011年に発売されたフィギュアなので11年前になります。そんなフィギュアがメルカリに新品未開封で出ていたというわけで、10年前のフィギュア状態大丈夫っていう状態も含めて開けていきたいと思います。ちなみにこちら購入してからですね、約もう半年以上この状態で封印されておりました。こちらのシリーズなんですが、ワンピースデラックスガールスナップコレクション1から3まであるのですが、1と3だけゲットしております。今回ですね、ナミが2人とビビとロビンがいます。はい、こちらでございます。でねん、ナミですね、ミスダブルフィンガー戦の衣装となっております。どうなんでしょうかね。古めのフィギュアをですね、中古ショップで買ったらもう手にベタベタがついてですね、あ、これはひどいなと。拭いても拭いても取れなかったんですけど、今回はどうでしょうか。未開封なので、もしかしたら大丈夫なの？クレーンゲームでゲットできるものでして、こんな感じでですね、当時クレーンゲームの箱にですね、吊るされていたのかなと思います。どうでしょうか？こちら。見た限り状態としては大丈夫そうですね。この中に袋に包まれて、はい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 。どうでしょうか、ナミ。え、めちゃくちゃ良くない？立体感やばくない？これ11年前にこんなクオリティの高いフィギュアが出てたの？すげえ。ベタベタはしません。11年前の台座は今と変わりません。いいじゃん。顔のクオリティやべえなと思ってたんですけども、全然そんなことはない。いや、むしろ戦えるんじゃない今のフィギュアと。サイズ感は小さめなんですけども、いや全然 OK ですね。ちなみにね、ナミのフィギュア何個か持っておりますが、比べるのはちょっとなっていう。これが POP のナミですね。はい、サイズ感としてはやはりですね、小さいですね。こちらはあれクレーンゲームでゲットできるナミですね。で、個人的にね、監督が一番ナミのフィギュアでぶっちぎりでいいのはこちら、めちゃくちゃでかいフィギュア。もしナミのフィギュア一体欲しいなっていう方はですね、こちらのナミフィギュア、クオリティがえぐいのでね、見てください。このジーパンのシワ、え、これクレーンゲームでトレーンのゲットできちゃうのみたいな。ナミのフィギュア一体欲しいなって方はですね、こちらめちゃくちゃおすすめです。どんどん上げていきましょう。続きましてこちら、ビビでございます。はい、監督ビビ大好きでございます。アラバスタの王女でございます。ナミでこのクオリティであればもう間違いないですよね。ちなみに監督ビビのフィギュアですね、今はこれだけかな。こちらのビビとなっております。はいはい。ちょっと10年経過してるからか、かすかに、なんて言うんだろうな、見えますかね。はい、まあ、でも全然気にならないですね。はい、ではビビ行きたいと思います。でん、後ろから見るだけでもすごいもん。この白のさ、このグラデーションやばいよね。さらっと後ろを持ち上げる、引き上げる王女ビビでございます。こちらアラバスタ編で、サンジがナミとビビのために買ってきた踊り子の衣装です。こちらと大きさを比較しますね。いい、めちゃくちゃいい。これも飾りたいですね。はい、で今こちら上げましたのが DX でデラックスいいんよね。デラックスガールズスナップコレクションの1でございます。全2種となっております。ボリューム2は持ってなくてですね、そしてボリューム3です。ちなみにこれ4個セットで、金額はですね2999円、1体500円でゲットできました。ありがとうございます。ちなみに1体ずつ買うとしたら大体1500円ぐらいですね。過去にも言ったんですけども、シリーズものを集める際は1体ずつではなく、もうセットでバンと買っちゃった方がめちゃくちゃお得です。ただこのフィギュアは11年前なんで、なぜかわから
ないんですけども、11年前のフィギュアってもう手に入れられないから高くなるかなと思いきやですね、多分たくさん出していたんでしょうね。結構お安く買えましたので、もしこの動画を見て気に入りましたら、ぜひですね、メルカリですとかで購入してみるのがおすすめです。じゃあ早速いきましょう。ボリューム3段に関してはですね、同じく2体ですね。こちら、ナミとロビンでございます。ナミ行きましょう。次紹介しますのは、このカーボーイスタイル、ウェスタンスタイルに関しては、これ本編で出てきたのかな。あ、これは台座めっちゃ綺麗ですね。はい、歴史を感じさせません。はい、お。後ろ姿だけでクオリティ高いって分かるのすごいよね。あ、でもちょっと待って、これは劣化なのか分かんないけども、足の部分ちょっと色移りみたいなものがついておりますが、そこまでもう目を凝らさないと分からないケースなので、もう全然 OK でございます。サイズ的にはとても小型なのですが、十分なクオリティとなっております。いいね、色使いも良くない？ナミかっこいいですね。これ銃持っておりますね。ウェスタン風のナミです。続きまして、ラスト、ロビン、いきたいと思います。で、監督、ロビンフィギュアはですね、グリッター&グラマラスかな？はい、こちらのロビンを覆っております。台座もめちゃくちゃ綺麗でございます。ロビンちゃん、いきましょう。さっと。うわ。細かいな。何回も言うけども11年前のフィギュアと考えられないくらいめちゃくちゃ細かくこだわっております。正直ですね、これネタ枠として購入してみたんですけども、これ全然語れますね。見てこの日本刀かっこいいね。こんなシーン多分なかったと思うんですけども、無知があります。ロビンでございます。まあ、やっぱサイズは小さいながらもなかなかいいと思います。はい、というわけでですね、このチャンネルでは自分が大好きなもの、本当にいいものをおすすめしたいなと思うのはですね、ぜひとも皆さんと共有していきたいと思いますので、今後も監督ラボをよろしくお願いいたします。ではまた次の動画で会いましょう。